プロミクロセラスは、前期ジュラキの後期シネムーリアンのヨーロッパに生息したアンモナイトの属。レナード・フランクス・パスが1925年に命名した。エオデロセラス浄化の一部であるエオデロセラス化に分類される。殻の形状は、へそが開き、あばらが発達し、腹側であばらが平坦化し、明瞭なイボを持たない、小さなトゲが並ぶ進化を遂げている。 プロミクロセラスの種は一般にサウスウェストイングランドで発見され、特に同セットの海岸で見つかることが多い。高鉄鋼化したプロミクロセラスの化石が一般にライムレジスの海岸沿いで発見されており、ジュラキ前期、シネムーリアムにあたるブラックベンという崖の泥回路に良い状態で保存されている。この地域の化石ショップは一般に汚れを取って磨いた。 プロミクロセラスを販売している。同じくウィングランドのサマセット州では、マーストンマグナの大理石と呼ばれるプロミクロセラスの密集化石が発見されている。大理石と呼称されているが、大理石ではなく、大石岩である。この岩は地表に露出しておらず、深さ22メートルの井戸から回収されており、一部の化石はここから切り出されて、墓地の石などに利用され、失われている。 極めて良好な保存状態であるため、この化石は原因不明の大量死の後で短期間に蓄積したものと考えられている。ありがとうございます。